ちは、ゆめぞうです。今回は王様ランキング第21話の考察について語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでは普段アニメの感想や考察、たまにゲーム配信もしております。王様ランキングについては毎週動画更新しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録してから見ていただけるととても嬉しいです。はい、ということで今回も第21話の考察していきたいんですけども、その前にね、簡単に内容を振り返っていきたいかなと思います。まずね、ボッチ VS ボスの戦いがね、ついに始まるんですけど、その戦う前にボスから四天王にお前たちはどっちにつくんだと、ね、聞かれるんでね、そうすると四天王たち全員が自分の意思でボッチの方につくんだよね。ここが良かった。何が一番良かったのか、このドーマスが一番最初に来てくれるね。あの裏切ったドーマス、一番最初に裏切っちゃったドーマスが今度は 見失わないって言って自分の意思でボッチの前にね、一番最初に来てくれる。これが良かった。でもね、そんなね、四天王たちなんだけど、もうみんな弱ってるんだよね。それに気づいてボッチが、あの四天王たちを思って一人で戦うって言って一人で戦うんだよ。うん。で、ここのバトル作画が本当にすごかった。このまさにウィットスタジオ、本当本気出してくれたよね。うん。で、もうボッチはめちゃくちゃ強くて、あのボスがね、手も足も出せないってね、もう一方的な力の差でボッチが勝つんだよ。この時に喜ぶドーマスの顔もね、めちゃくちゃいいんだよね。最後にね、あのボスはあのせめて自分の手でって言ってミランジョをね、殺そうと壊そうとするんでね、鏡を、うん、でもボッチがそれを止めて、あのボッチがね、母親を殺されたそんな女の人に向かってね、魔人から助けてあげるって約束して、ボッチが鏡を壊すと、うん、そして、ボッチとあのボス王とミランジョの魂は空に向かっていくんですよね、うん、しかしここでね、2人の魂は空に向かうんですが、魔人が現れてミランジョの魂だけがね、あの魔人との約束によって食べられてしまうんですね。だからボスの魂だけが上に行ってしまって、ミランジョミランジョっつってね、泣きながら、もうね、ほんと一人の男でした。ただの一人の男、愛する者のためにね、一緒に死ねたと思ったのに、一人だけ行ってしまうっていうね、すごい切なかったですよね、ここ。そしてミランジョはね、魔人に食べられて永遠に続く痛みと苦しみの世界へ行ってしまいましたと。でここからはね、ちょっと考察していきたいんですけど、やっぱ一番気になったのが、あの戦いの最中にね、ボスとボッチの戦いの最中にチラッとデスパーさんが出てきた話があったんですよ。すごい短いところだったんですけど、デスパーさんがそのランキング順位をつける審査員みたいな人と話してるくだりで、王様ランキング1位を辞退すると、うん、で審査員の人が、いや、王権を戻す方法もその宝物庫にあるかもしれませんよって言うんだけど、デスハーさんはあいつが王権の呪いを解いてくれるだろうっていうシーンがあるんですね。そうすると、その審査員の人がすごい悔しがるっていう様子を見せるんですけども、うん、まあ、こっからねちょっと考察 してみたんですけども、まあ、そのランキングのその人たち、その審査員っていうのは、まあ、神様のしもべなんじゃないかなって思ってるんですよ。なぜかデスハーさんを1位にさせたいと。で、今まで1位になってきた人っていうのはみんな頭がおかしくなっちゃってるっていう状況なんだよね。まあそれが嫌でデスカーさんは1位になりた、別に1位にならなくていいやって思ってるのかもしれないんだけど、まあ1位になるとその神様からのなんか特別なプレゼントみたいな贈り物がもらえるみたいな感じなんですけども、まあ、実際のところ本当は1位になったらプレゼントされるっていうよりはその神になれるチャンスを与えられるんじゃないかなって。そこで神への適性があればそのまま神様になるし、適性がなければ気違いになっちゃうっていうものなんじゃないかな。もともと神様っていうのはその昔人を奴隷のようにしてたんだよね。それで宝魔族が裏切って神様と戦いに発展しちゃったっていう歴史があるんだけど、そこで神様があの新しくランキングっていうのを考えて1位になったら褒美与えますよって言って、みんなで人間がこう1位になるためにいろいろ頑張りますと。でそこで1位になったやつをこう神にすることで、その慕ってたその王様についてきた人たちもいっぱいいるわけじゃないですか。だからそいつらも全員合わせてこのしもべ手下、まあ、奴隷にできるというシステムがこうできるんじゃないかなって。実際19話で神様があの神々も人間を支配する新たな方法を見つける時期に来ている、奴隷にしたいけどみたいな話をしてて、だからその新たに人間を支配するシステムっていうのがこの王様ランキングっていうものなんじゃないでしょうか。まあ、実際デスハーさんの父親もその
冥府の神だったっていうことなので、デスハーさんはその神になる資格というか、もうとんでもない逸材なんですよね、神様からしたら。だからこのデスハーさんをどうしてもどうにかこうにかこう1位にして、で神にしたい、自分たちの仲間に取り入れたい、なのにデスハーさんは1位を辞退するって言ってすごい悔しがってるんじゃないかな、このランキングの人は。で次の考察なんですけども、あの王様ボス王が最後に消えるときに、ミランジョーミランジョー代打頼むっていうシーンがあったんですけど、ここね代打頼む、いやこれ何のことなんだろうってねちょっと思ったんですけど、これもう一回ね、代打の体貸してくれ、もう一回復活させてくれっていうねお願いだと思います。最低な親最低すぎる。この21話見てからの最後に代打もう一回頼むっていう、ワンチャンくれっていう、もうほんとそれだったらマジ最悪なんだけど最低すぎる。まあ、本当の考察するんですけど、あの代打にミランジョのことをまあお願いしたいんだよね、ボス王は。なぜかっていうと、代打がこのミランジョに対して好意を抱いてることにボス王は気づいてるんだよね。まあ、ボス王はまあそういう勘がすごいいい人だから。でもミランジョは気づいてないんだよ。ミランジョはボス王っていう一直線だったから、ミランジョはこの代打に好意を向けられてるとか、まあ、アピスに好意を向けられてることすら多分知らなかったと思うんだけども、まあ、好意を向けられてると。まあ、それを察して、まあ、自分の代わりにミランジョを幸せにしてほしいと。そういう願いがあったんだよ。だからこそダイダにはこの自分のそのなんだろう闇の世界のみたいなところでミランジョの過去の記憶とか映像をずっと見せてたんじゃないかなって、わざとダイダに見せてて、このミランジョのことを全て知ってもらって、まあ、愛してほしい、幸せになってほしいって、うん。まあ、実際このダイダっていうのはミランジョをこう気にしてる、まあ、どんな女か気になってたって、俺はお前をって言ってたので、まあ実際に好きなんだろうね。まあ、だからここからはね、このボッチとダイダがね2人力を合わせてミランジョのことを、救い出して、まあ、魔人から救い出して本当に幸せにしていくみたいなストーリーになるんじゃないでしょうか。まあさすがにね、アニメはもうこの1期はそこまでは描く、もうね残り2話なので無理だとは思うんですけども、ぜひね2期の方でそれはやってほしいなっていうところですよね。そして最後にもう一つね、魔人との約束ですね。ミランジョが魔人に食べられちゃって、ようこそ永遠に続く痛みと苦しみの世界にっていうところだったんですけども、まあこれ、まあ前回の考察でも言ったんですが、まあ、多分ね小さい頃に、まあ、ずっと一緒にいようよみたいな約束をしたと思うんですよ。まあ実際この森の中でミランジョと魔人が出会って、まあ、何してるなみたいな、私ミランジョみたいなことを言ってたので、まあ、多分小さい時の子供がする約束って言ったら、やっぱずっと一緒にいようみたいな、明日も遊ぼうみたいなね、そういう約束だと思うんだよ。でもミランジョっていうのは逆座国の人によってひどい目に遭わされて、で ボスに、まあ、反強制的にね旅に連れて行かれちゃった、うん。だからもう二度とねあの森で遊ぶことはなくなった、うん。ずっと多分魔人は待ってたんだよ、うん。で魔人もミランジョのことが好きになっちゃってて、なんで自分のところに来てくれないんだって、死んだ後にでもいいから自分と一緒にいてほしいって思ったんじゃないかな。それで死んだ後に、じゃあ約束で俺に食べられろと、俺と一緒にいろっていう意味だと思うんだよね、うん。だからミランジョは結局ね、みんなにめちゃくちゃモテてるっていうそういうことなんですよね、はい。今回はこれで、終わりたいと思います。よかったら皆さんの考察もぜひぜひコメント欄に書いてくれるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。